モカ太郎の動画。はい、おはようございます。ただいまお昼でございます。最近ちょっと外が暑いので皆さん体調を崩さないように気をつけてくださいね。そんな中私は夏風邪をひきましてですね、昨日一昨日寝込んでたんです。で、今日やっといい感じになってこう動き始めたんですが、そこでですね、あるお土産をいただきましたので、今回そちらをご紹介していきたいなと思います。そう、食レポやってみてよっていうリクエストもね、何件かいただいてたので、まあ、いい機会だと思ってちょっと練習させてください。そう、そういう感じでね。今回ご紹介するお土産が、はい、ということで早速いただいたお土産をご紹介したいと思います。はい、ということでまず一つ目をご紹介していきたいと思います。こちらになります。じゃじゃーん。こちらなんだかわかりますか？ハワイに行かれたことのある方はもうわかりますよね。ハワイといったらマカダミア、マカダミアナッツホワイトチョコレートになります。はい、開けるよー。ザザザー。じゃじゃーん。おっと、仕切り紙が入ってる。じゃじゃーん。はい、こんな感じでございます。1、2、3、4、5、6、サブ6じゃって18個入りだね。はい、ということで、大きさね、ここ、赤毛のヘッドセットマイクのスポンジと同じ大きさですね。どんな比較だよ、どんな比較だよって思うよね。はい、こんな感じでございます。この中にね、マカダミアナッツが入ってるんだって。よいしょ。はい、こんな感じね。はい、それではいただきたいと思います。いただきます。うん、柔らかい。日本のチョコにはないねっとりしたチョコですね。なんかこうチョコなのにこうまとわりつくようなすごい弾力がある。ね、ドイツのチョコレートとかよく食べてたんですけど、ハワイのチョコレート今回初めて食べたんですが、甘さはね、ドイツのチョコレートの方がものすごい甘みが強いですね。そこまで甘くはない、そこまで甘くはないから、こうポン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 いけちゃう感じです。で、中のマカダミアナッツがものすごくサクサクしててすっごい美味しかった。はい、ということでハワイに行かれた際はお土産にいかがでしょうかっていう感じですね。すっごい美味しかったです。ごちそうさまでした。ハワイのチョコレートってこんなに弾力あるんだね、知らなかった。ちょっと癖になる感じですね。はい、ということで2つ目ご紹介していきたいと思います。こちらです。じゃじゃーん。はい、これはなんだ、これは何だろうね。ビッグアイスランド。キャンディーズ？キャンディー？飴？でもね、ここにマカダミアナッツって書いてある。アイスランドのマカダミアナッツの飴？ちょっとよくわからないですけど、開けていきましょう。これもチョコレートなのかな？まずね、これスライドね。スライド式。バコーンってここがガッシュゴン、ガッシュゴン。お、なんかここにも書いてある。ここにもビッグアイスランドって書いてある。おしゃれだね。それでは開けていきましょう。バッカーン。よいしょ。じゃじゃーん。おー、なんだこれは。これはなんだ？あー、なるほど。これはクッキーですね。クッキーだ。はい、ということで、ざっと3種類に分けていきました。こちらがオリジナル味ですね。で、こちらがミルクチョコレート味。で、こちらがダークチョコレート味。チョコレートがディップしてあるコーティングみたいだね。はい、それではその中でオリジナル味を今回いただきたいと思います。それではアイスランドのクッキー初めて食します。いただきます。ん？なんだこの食感は。なんだこれは。これね、やばい、美味しい。うん、カロリーメイトに似てる。うん、なんかね、噛めば噛むほどすっごい外国ならではの甘みを感じます。で、食感が日本のクッキーとはちょっと違って、結構しっとりしてて、口の中でこうパサパサってなっていく感じで、やっぱね、噛めば噛むほど甘いね。
外国のお菓子っていう感じ。うん、でもすっごい美味しい、すっごい美味しい。甘いもの食べたい時にこれを食べるとやばいですね。はい、ごちそうさまでした。ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれよ。説明文、今ね、カロリー見てたのね。さっきのアイスランドのクッキーのカロリーをね。そしたらね、ここに記載されてたんだけど、私食べたのこのオリジナルっていうシリーズね。これ3って書いてあるってことは、34g だから3つ分ってことかな。3つ分のカロリーが約180カロリー。うん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 。はい、ということで最後の3つ目をご紹介したいと思います。これね、あの日本のものです。日本のもの、多分ね、外国から帰国して日本で購入して持ってきてくださったんだと思われます。それではご紹介したいと思います。じゃじゃーん、よいしょー。これすごくないですか。すごいね。これはね、伊豆の太陽下田サンオレンジって書いてありますね。箱にそういう風に書いてある。ほら、こういう風に書いてあるよ。だからサンオレンジっていう品名なのかな、おそらく。はい、ということでこうやって見るとね、わかるかな、色味正確に出てるかわからないんですけど、普通のオレンジよりも色が薄いんですね。で、開けた瞬間、私あの香り伝えられないのが動画の一番あの欠点なんですけど、すんごいいい香りするの。これずっと嗅ぎたくなるような、すんごいいい香りする。なんか化粧品の香りに似てるような、なんか なんて言うんだろうな、すっごいおしゃれな香りがするの。ずっと部屋に芳香剤として置いておきたいぐらいすごいいい香りがする。マジでマジだよ。これこの香りをね、伝えられないのが一番悔しいね。これすっごいいい香りだよ。それではこれのね、食べ方を今から皆さんに伝授したいと思います。って言ってもそんな難しくないよ。むしろあの普通普通。はい、ということで実際に調理していきますよ。この部屋にはね、まな板というものがございませんので、手刀で行こうかなと思ったんですけど、手刀だとちょっとまずいのでちゃんと用意しておきました。はい、ということでこれの食べ方ね、まず4等分、適当でいいよ。そこは家庭によってなんか8等分とかあるでしょ。こうやって切るじゃん。これ手切んないようにね、危ないからね。はい、ということで軽くね、こう4等分になったと思います。これはね、こうあの本当はね、まな板あれば下までズーンってね、4等分にしていいんですけど、私ちょっとまな板ないんで、すいません、もぎりますね。はい、取れました。これをね、今から皆さんに食べ方を教えるからね。はい、ということで見ていただけると分かるんですが、この白い部分がね、結構厚っこいんですね。厚っこいから、よいしょ、ちょっとごめんなさいね、包丁出しますね。先端恐怖症の方申し訳ないんですが、このね、白い部分を残しながら切ってください。白い部分を残しながらね。で、こう切るとこうパッてなるでしょ。これぐらいまでえぐっちゃっていいって言って。このオレンジの種が結構多い品種なので、種をね、こうピッてね。はい、ということで種取りました。でね、ここ白いとこあるでしょ、この真ん中の白いとこ。ここね、結構苦いからお好みで切っちゃっていいと思う。ごめんなさいね、また包丁出ますよ。こういう風にね、真ん中の白いところを、おい、ちょっと待ってよ、昨日布団洗ったばっかなんだよ。おい、ちょっと待ってよ、なんか敷けばよかったな。はい、ということでこんなちっちゃくなっちゃったんですが、いただきたいと思います。いただきます。待って、ちっちゃすぎてよく味が分かんなかった。これなんか手で剥いちゃってもいいような気がするな。私多分手で剥くと思う。なんか めんどくさい包丁使うの。手で剥いてもね、綺麗に剥けるわ。はい、ということで種をすべて取りました。こんな感じね。さっきより大きいね。じゃあこのままいただきたいと思います。いただきまーす。噛めば噛むほど酸味が奥から広がるんだよね。だから最終的にこうなる。なんですかね、まだちょっと時期早いのかもしれないです。味がね、遠くにあってよくわかんないですね。この香りを嗅ぐだけのために買ってもいいかもしれない。めちゃめちゃいい香りだね。すっごいいい香り。なので1週間後ぐらいにまた食べてみて、多分ね、美味しくなってると思うんだよね、1週間後。これ寝かしとくわ。うん、
はい、ということで今回ご紹介したものはアイスランドのクッキーとハワイのマカダミアホワイトチョコレートと伊豆の太陽下田サンオレンジになりました。いずれも大変美味しくいただきました。ありがとうございました。オレンジね、ちょっと寝かせるわ。1週間後すごく楽しみ。はい、ということで皆さん夏風邪をひかないように、私のようにね、夏風邪をひかないように体調管理、お食事、睡眠、もろもろ気をつけて生活していってくださいね。はい、ということで今回もご視聴いただいてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。